い、皆さんこんにちは。今からこの間マヤは会ったんですけど、4年ぶりにゆいちゃんとも合流したいと思います。それでは行きます。あ、ゆいちゃんだはい、お久しぶりでございます。なんかすごい見ないカメラがある。お久しぶりです。合流しました。すごくない？4年ぶり、うん、4年ぶり、はい、ゆいちゃんとりーちゃん4年ぶりの再会です。ゆいちゃん超久々、元気でした？はい、今からランチに行きます。皆さんこんにちはこんにちはこんにちは谷川梨紗子です。はい、たぬきまやです。田中ゆいです今日はね、はい、なんとお二人が4年ぶりの再会をしました。イエーイまあ、きっかけはね、1ヶ月前ぐらいにりっちゃんに会いたいと思って私が DM 送ったんですよね、はい、でそれで2人でランチして、なんかノリでオーガニックスーパーこちらに載せてますオーガニックスーパーの、はい、あの YouTube 撮ってみたいな感じで話が盛り上がって、じゃあ3人で会わねみたいな風になったんですよね。そうですね、まあまあ視聴者とかもね、みんなあの後気になってると思うのでなんか硬いね、みんな、はい、ゆいちゃんと私はですね、4年ぶりに再会して、はい、ちょっと敬語になっていまして私も一応敬語で DM 送ったよね。でももう前は食べ子だったんですけど、まあ、ゆいちゃんはね、4年ぶりに、なぜかね、4年ぶりだったんです。すごい敬語で、敬語ですね、はい、敬語だったんだよねいやそれ私が一番ね懐かしい本当にっていう感じで、いろいろね動画で話していこうかなと思います。はい、はーい、イエイ。このカフェすごいおしゃれ。ここはさ、りっちゃんのお知り合いのカフェなんですか？そうです、大体山のローズっていうところでよくみんなランチ、うん、この間前やと思う、うんうん、で今日もローズ使わせていただいてます、ね、初めて来たじゃないか。私はそう2回目来たんだけど、めちゃくちゃおしゃれですよね。でゆいちゃんは旦那さんの親友がね、結婚祝いでここ使ってたんだって。あ、そうなんや。だから2回目、あ、そうなの、うん、そうなんです、ね、皆さん敬語ですはい、こちらが敬語でした二次会もできるし、屋上でバーベキューとかも、そうなんだ。そうそうそう、友達だったけど、みんな屋上でバーベキューとかもできる。うんうん、もうご飯もすごい美味しいし、なんかおしゃれだし、ね、壁とかにもいろんな絵が描いてあって、うん、インスタ映えとか写真とかも撮るの楽しいよね、本当に。どうですか、はい、4年ぶりの再会。まやとゆいちゃんもずっと会ってるし、りさ子と前も会ったけど、うん、ゆいちゃんとりさ子はどうですかどうですかって感じ緊張しました。え、嘘、本当に、うん、すごい顔が緊張してたもん、うん、会った瞬間なんか、あ、こんにちはって感じだったもんね。お久しぶりすごい赤の他人感がすごかった。いや、それな、一緒に住んでたんだよ。てか今考えたら、年齢も職業も性格も違う人たちが一つの家に住むってすごいことだよねって思う、うん、でももうあんま記憶がない。うんうん、私は、うん、私は3ヶ月半ぐらいやったから、前もどれぐらいやったか、あんまちょっとかな、まあ、4ヶ月ぐらいかな。何月に終わったっけ。私8月27日に卒業しました、みんなでめっちゃすごい記憶力すごい。ゆいちゃん一番長かったもんね。何ヶ月？8ヶ月。やばいな、やばい。あの時はちょっとどうだったか。ゆいちゃんの場合はさ、プランスハウスの軽井沢編のなんかもう前半後半ってあったらどっちにもいたかもんね、うん、そう。あ、そうね、そうね、そうね、うん、あれ1年やもんね。そうそう、うん、どっちでも叩かれてたから、うん、どっちでも炎上したの。あはははは、こう見えた炎上、炎上系女子炎上どんなやった？そのアンチとかさ、うん、まあ、うちらもすごい来たけど、多分ゆいちゃんが一番来たはずやから、うん、長いからさ、うん、怖かったです本当に思ってるいやでも本当に怖かった。いや、もう分かった、うん、いや怖いよね。なんか私が一回ね、ストーリーにブロッコリーの絵文字だけを載せたので、そしたらそれを見てた視聴者が、あのテラスハウスのなんか掲示板みたいなのに、マヤがブロッコリー載せてるのはこれゆいのことだみたいなね。でゆいでブロッコリーはああいうのじゃなくて、私ジャガイモないから、ジャガイモの絵文字も載せたんだ。なんでそう載せた？え、違う、なんかわかんないんだけど、そうそう、ユイのことを言ってるみたいな。あ、でジャガイモイコールユイだ、芋だからだって。で、それでそれになんか面白がっちゃって、私たちが、うん、ウケる、私のジャガイモだけでこんなってんだけどみたいな。そしたらユイちゃんがブロッコリーを載せたの、うん、そしたらブロッコリーはブロックっていう意味で捉えて、ユイはこれからマヤのことをブロックするってことだ、なんかシャットダウンっていうことだみたいな、なんかなったんでね、うん、そう、逆に面白くさ、ちょっと絵文字載せ続けたのね、それで。まあ、なんか番組としてすごく楽しんでくれてるのは、まあ、ありがたいかったけど、まあまあ、100% 番組全部を鵜呑みにしてアンチをね、送って来られてましたね。はい、そうだから楽しいことばっかじゃなかったっていう
うん、いや、そうですね。そう精神的に、まあ、特に私は読みましたけど。はい、あれはほんま実際あの放送された後はもう一言も喋ってないで、ここはそうですね、喋ってない。だってりっちゃんもうお風呂場から出てこなかった。違う、そう、女部屋か。そう女子部屋から、女子部屋から出なかったです。うん、ゆいちゃんとかもぶわーってブツブツ出てたよね。そう体ブツブツまみれみたいな。りっちゃんも か、うん、だからそう考えたらうち一番モテ期だったかも。なんかアンチの記憶あんまりない、うん、来てたけどラストで結構ないろいろあったからね、うん、あのもう軽井沢編終わるぐらいが何話かがすごかった、荒れてたから、うん、今となっちゃうもう4年前の話やから。なんか何歳だったのその時。21。え22か、そんな。じゃあ今の私年じゃないわ。そんなもんじゃん。だって19歳だったもん。19歳。え、そうで、あそこでお誕生日を迎えたの。そう、お誕生日お祝いしてくれて。私28でしたから。え、りっちゃん今何歳だったの。32になりましたけど。てかさ、本当に何も変わんないよね。いやいや、本当バカにしてるんですよ。住んでた頃と何にも変わらない。顔とか容姿変わる、だいぶ変わった。4年間だいぶ年取りましたから。いや、何も変わってないですよ、本当に。まとめると私は楽しかった。あの時はまあうちも辛かったし、みんなそれぞれいろんなことがあって、アンチとか来たのも辛かったと思うけど、うん、まあまあもう時が経てば、うん、笑えるじゃないですかね。こうやってゆいちゃんとも、まあ、また会えて、うん、笑ってます。アンチくるわ、またこれ。危ない。ちゃんとしてでもあの時はなんか周りが見えなくなってるっていう現象に陥ってたかもしれない。でも本当にそう。あ、そう、なんていうの、変な現象、なんていうの、なんか人間の心理っていうかさ、あの中にしかおらんから、うん、確かに私でも脳が麻痺するっていうか、うん、しそもそもその芸能界としてのお仕事、テレビのお仕事が、まあ、りっちゃんはもうずっとモデルをやられてたから長かったっていうのもあるけど、私たち初めてが、ね、あれでインスタのフォロワーとか100人とかだったもん。言ってたよな。そう230、普通にもう身内だけみたいな。友達だけ。うん、急にこうね、有名になったりとか、うん、あの中におったら、なんか喋らなあかんっていう意識とか、うん、麻痺するのは、あとさ、軽井沢だったっていうのもあるかも。都会のさ、新宿の学校に通っててさ、毎日新幹線で帰るわけじゃん。で、軽井沢のさ、なんかこう、結構木に囲まれたお家だったじゃん。で、そうすると、こうなんか、本当にそこに行って、もうそこの世界だけみたいな感じになってた、脳が。確かに、行くとこなかった。つい最近軽井沢行ってきたけど、やっぱめっちゃいいとこやもん。いや、ね、そう、分かると言ってたよね。空気も綺麗だし、景色綺麗、星綺麗かったし、うん、かる。呼吸がすっごい良くなった。うん、でもあの時は本当にもう素晴らしくて、2人のご飯が美味しかったです。本当に皆様のご飯はいただいてました。でもそう思ったらさ、前とかも全然ご飯作ってなかったのに、今も立派なママになってさ、ご飯毎日作ってるよ。この間さ、りっちゃんと久しぶりに会った時に、なんかマヤすごいな、大人になったな、え、こんなこともできるん、え、こんなこともできるようになったんか。30歳くらいしてたな。ほんと自分のとこしかやってなかったよね、なんかもう、うん、まあもうそうで、うん、まあまあみんなで住んでたからあれやけど、汚かったもんね、ほこりだらけやったよね、普通のこんな塊の、うん、あの裏とかね、そうなんとかのソファーの裏とか、なんか見えるところにもあったよね。お掃除機じゃ対応しきれない人、対応しきられへんかった。いや、本当にお家がむちゃくちゃ豪華で、スタッフさんも言わない、一番良かったって。綺麗だった、うんうんうん、今までのお家の中で。お風呂も、ね、一番良かった、うん、あんだけの人がさ、バーっていたら、まあ埃舞うし、うんうん、